懐かしい、ガンバ、ガンバこれで勝ち越しです。一歩リード。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね今みたいなところは。はい、ギリギリの攻めぎ合いでしたよね。そうですね、レバンドフ